どうも、コーズです。今回ですけども、J2 リーグ2023シーズン独自視点による完全向けの順位予想ということで、1999年からね、J2、もう J2 発足当時から、見続けてる私が、今年も順位予想しちゃいますよということで、やっていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。こちらは、コーズ TV の YouTube チャンネルになっております。まだチャンネル登録お済みでない方は、ぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。毎日ね、サッカーの動画を投稿しています。まず、今年の J2 リーグ参加クラブ一覧ということで、J1 からの降格組がエスパルスとジュビロ、J3 からの昇格組は岩城と藤枝、残留組は、これ順位順な、去年の順位順になってますけど、岡山、熊本、大分、山形、仙台、徳島、東京、ベルディ、ジェフ、長崎、秋田、水戸、金沢、町田、山口、栃木、甲府、大宮、草津、群馬と、いうふうな形ですね。今年は3チームが昇格というふうになりますね。上2つが自動昇格で、1チームはプレイオフで決めると。で、ただその参入決定戦ではなくて昇格プレイオフという形になるので、まあ、J2 で6位以上に入ったチーム、要は、1位、2位は確定。で、3位から6位の中の1チームも確定っていうふうな形になりますね。去年までは3位から6位の中のチームで勝ち上がったチームが J1 の16位と戦ってさらに勝たないといけなかったと。そういうようなレギュレーションになってますが、今年の昇格レギュレーションはちょっと変わっていると。去年よりは、有利というか、昇格の可能性が高くなったというふうなことで、各クラブね、補強が積極的なクラブ、引きこもごもですが、それも踏まえてね、触れていきたいなと思います。去年の動画、これね、かなりね、見ていただいてまして、結果もね、振り返りもしてますが、割と当たってました。割といい線いってましたね。ということで、やっていきましょう。予想方法についてですが、去年までの項目に加えて、今季オフの補強評価も加えてみますと。また S 評価、A 評価などではなく、まあ、5段階評価で5が最高点、1が最低点という形で、相対評価数値で可視化しやすくしますと。その、合計点数が見えた方が、例えば25点が最高値で、5点が最低値っていうふうな感じなんで、それで、序列を作って、それがそのまま順位予想になると。そういうふうな感じですね。ということで、今回の評価項目が補強評価、これ新設しました。で、それ、去年までのゴールキーパーの能力、そして守備陣の戦力、攻撃陣の戦力、監督の手腕と、この5項目の合計点で順位付けし、まあ、それを予想としていきますと。特にゴールキーパーと監督に関しては長年 J リーグを見てきて単純な、まあ、戦力比較以外、だからもうスター選手とか有名選手とかがいるから必ず勝てるわけではないということです。以外に、ま、その重要な要素として、コーズ TV 独自に加えるべき評価項目としてセットしてますと。まあ、ゴールキーパーは、いいゴールキーパーだったら勝ち点10ぐらい変わってくるし、いいゴールキーパーと悪いゴールキーパーがいるとしたら、その差は年間勝ち点10ぐらいはつくよっていうようなところだったり、まあ、監督の良し悪しもかなり、関与してきます。どんなにいい選手いても使われ方が悪かったらね、いや、どんなにいい食材でもシェフが素人だったら美味しく作れないでしょっていうことをね。プロの方が上手に作れるよねっていうこと。まあ、ちなみに、まあ、去年の順位予想そこそこ当たってる。まあ、特に、まあ、世間的に Y 評判高いところの低迷に関してはズバリ的中させて、まあ、要は甲府が18位みたいな予想って誰もしてないでしょ。一方でプレイオフ圏内についても熊本以外ほぼ的中。今、山形7位とかにしちゃってたから、ちょっと微妙だけど、もうほぼ7位以上のチームで、7分の5的中ぐらいかな。だから結構、長崎が案外でしたけどね。ほんと、そんなところでしたね。じゃあちょっと見ていきましょうということで、北から順に、まず評価点をちょっと触れていきたいと思うんですが、まずはベガルタ仙台ね。高得点です。この21点っていう、25分の21点。補強評価5点、満点。中島選手、中山選手の移流に成功しましたし、まあ、ゴールキーパー林選手、そしてディフェンスロアストから菅田選手の獲得と、まあ、課題の守備面で大きくテコ入れができたというのは非常に大きいのかなと。で、ゴールキーパーの能力評価ですが、まあ、新加入の林選手と、まあ、若手有望株の、まあ、小畑選手の争いと見ますが、まあ、実績十分の林選手が、まあ、怪我から、コンディション回復させていたら、実は
屈指の存在となるので高評価。守備陣の評価も、まあ、若さ、ハチスカ含む、まあ、あとはね、まあ、サイドバックとかもね、言いますけど、新勢力の姿選手でしょうね。どこまで頭角を表し守備陣を引っ張っていくか、まあ、熊本ではディフェンスリーダーとしてね、かなりの、注目を浴びましたが。ですが、まあ、ゴールキーパー、林選手を含めると去年以上の戦力評価でしょう。で、攻撃陣の評価としては、まあ、中島選手、中山選手、まあ、日本人でね、結構点取れる中山雅選手のことでかいし、まあ、神戸から豪華選手、そして新外国人選手も加わりました。まあ、中山選手が2かけた得点、水戸でもできたし、仙台でもできているというふうなところで計算できるので、まあ、守備面が改善されていれば十分上位進出可能であろうということで、攻撃陣は、評価高め。で、監督の評価ですが、まあ、伊藤明監督は、まあ、甲府で3位まで持ってた手腕があるので J2 での実績はあると、さっき途中から登板したわけですが、まあ、今季はチーム指導からね、指揮できてますので、選手の戦術理解度との兼ね合いにはなりますが去年よりは上向くだろうと手腕も発揮しやすいのかなというところで点数つけてまして合計21点というふうな形ですね。でブラブリッツ秋田、13.5 点とだからベガルタがいかに高得点かということですが、補強の評価はちょっと良くないです。主力が流出しました池田ジュラト選手とかねゴールキーパー田中選手、茂選手、竹選手、千田選手、稲葉選手などの、まあ、補填完全にできてないですね。まあ、ゴールキーパーでかっこいい選手取れたのは良かったけども、まあ、あと J3 が生きのいい選手の獲得などありますが、まあ相対的にはどうなんだろうというようなところ。で、ゴールキーパーの能力評価で言ったら、まあ田中選手、荒井選手ダブル流出しましたが、まあ囲い選手獲得で、まあ悪くないかなと。あの、アビスパ福岡時代相当ね、いいプレーしてた記憶があるので、囲い選手は。うん、評価高いです。一方で守備陣の評価は池田選手、千田選手に加えてボランチ稲葉選手も抜けたとなると結構きついんじゃないかと。いうところですね。で、攻撃陣も茂選手、竹選手抜けたので、まあ、庭志音選手、金沢から来ましたが、まあ、竹選手の後釜になるかっていうか、それ以上じゃないといけないので、まあ、そもそも攻撃力高いチームではないですからね。監督の評価は高いです。まあ、やっぱり吉田健監督は、やっぱ秋田 J2 昇格させて、まあ、J3 優勝して、ずっと続投長期政権になりつつありますが、まあ、クラブ規模を考えた時に吉田健スタイルの戦い方は悪くない選択肢なんですよね。もうストーミングサッカーと言われてるやつですけど、まあ、やること明確なので選手の奮起次第かなと、5、6にも注目ですねというふうな感じで、まあ、総合評価点は 13.5 点。モンテディオ山形、18.5 点ですね。補強評価3。ハンダ選手、ディサロー選手、山崎、樺山と流出。一方で、清水から後藤選手、大宮から西村選手、小野選手、横浜 FC から伊坂善意選手の獲得がありましたが、まあ、プラマイで若干マイナスかなと。まあ、特にハンダ、ディサローの穴は埋め切れてないよねっていうところですが、まあ、国部、加藤、南、藤田が残って、ゴールキーパー、後藤もいるのが大きいのかなということで、まあ、下げすぎることはないけど、まあ、ここら辺、ハンダ、ディサローの穴は埋まってないなと。ゴールキーパーの評価は高いです。やっぱ後藤選手 J2 で屈指なので、高評価1。守備陣の評価ですが、まあ、半田山崎抜けたが西村小野獲得と。まあ、これでどこまで、リカバリーできるかなというところですね。まあ、大きな戦力ダウンとは言わないけれども、完全、じゃプラスかといったらそうではないよねと。攻撃陣は、まあ、樺山選手抜けて後藤選手が加入したのは逆にいいのかなと。まあ、ディサロ選手の穴は多分怪我から復帰するだろう藤本選手の活躍にかかってると言っていいでしょうと。まあ、怪我なく藤本選手がコンスタントに稼働すれば、彼もね、得点力相当高いので、J2 得点王すらあるのかなというようなところで、それが叶えば上位進出されるかなというところですね。監督の評価は 3.5 ぐらい。クラモフスキー体制も長くなってきましたが、まあ、ヘッドコーチにね、ナベショナルプレイでおなじみ、渡辺進さんがいるのも大きい。まあ、良いチームになってきてはいます。周りに強力なチームもいますが、プレイオフ圏内はあり得るのかなと。こういうふうなところ、スタイルをよりセットアップすることにができるかが、まあ注目でしょうというふうなところですね。いわき FC、意外と高めだったっていう。補強の評価、主力の流出はそこまでないですが、まあ坂田選手、井高選手の流出を、まあどれだけ、補えるか。岡山から宮崎清原選手に、ね、トゲベレディから高際選手獲得したに加えて、まあルーキーの加入も多いので、まあ未知数ですけど、まあ下げすぎることもないかなと。まあ高際選手、正ゴールキーパー候補かなというところですね、ゴールキーパーの評価としては。まあ長崎時代とかでも結構やれてたんで、
まあ、若干落ちるかなぐらい、他のクラブと見るとね。守備陣の評価で言うと、まあ、新潟的に言ったら遠藤亮選手がね、引き続きプレーするのも含めて楽しみにしてます。ただ J2 の中に入ると相対的にどうかということですね。佐賀選手などはね、J3 でも注目だったわけですけど、引き抜きされずに済んだわけなので、活躍あればそのまま期待できるかなと。攻撃陣の評価としたら、まあ、有田選手、フォワードね、J3 で、バカスカ点決めた選手ですけど、大きいのかなと。まあ、J2 でどれだけが爆発するか、まあ、去年のね、熊本隆選手ぐらい活躍すれば、まあ、シーズン後に JY の個人昇格もあり得るのかなというふうなところですけど、まあ、有田選手次第かなと。監督の評価はすぐり体制継続ということなので、フィジカルに物言わせるスタイルですから、いわきといえば。まあ、J2 では旋風を巻き起こす可能性があり得るが、未知数な点もあるので、相対的にはやや下げてみたというところですね。水戸ホーリーホックですが、16点。補強評価。まあ、木下選手、椿選手の流出は痛いのかなと。まあ、一方で草野選手とってのでかいかなってところですね。木下選手の後釜としては。あとは安永選手、武田選手の加入は、まあ、ハマれば大きいかなと。プラマイゼロぐらいかなってところですね。ゴールキーパー評価はまあまあ高いです。山口瑠衣選手ね。去年 J2 で評価上げた選手は一人と言っていいでしょうと、スーパーセーブ連発、チーム救いました。守備陣の評価は大崎、タビナスあたりが主力かと。まあ、去年以上かと言われるとどうでしょうって感じですね。攻撃陣の評価としては安藤選手を入流できたのが大きいのかなと。まあ、あとは草野選手ね、琉球でもそこそこ活躍してた印象あるので、そこが覚醒したらでかいかなと。木下以上の可能性もあるでしょう。武田選手、安永選手のフィット具合もそうですが、富山選手、活躍するので攻撃陣は魅力的かなと。監督の評価はちょっとわかんないですね。未知数で玉崎さんどんだけやれるかっていうのは。という感じ。栃木 SC ですが、補強評価はちょっと低いです。八千田選手がレンタルバック。鈴木選手も岩田に戻り、グティエレス選手も流出。これ痛いね。加入で目ぼしいところもあまりないので、まあ、単純に戦力ダウンかなと。まあ、ゴールキーパーの評価としては、川田選手と新潟からレンタルしている藤田選手の競争になるのかなと見てますが、新潟が J1 に上がったので、まあ、そのリーグ戦で出場できない試合が発生しないわけですし、藤田選手にとってはね。まあ、なので、時崎監督としてはニュートラルに競争させやすいかなと。まあ、二人とも J2 ではまずまずの戦力であると。まあ、藤田選手もね、2020年にアルベル監督で結構使われてましたしね。やれるのかなと思いますし、去年もね、栃木で何試合か出てますから。守備陣の評価は 2.5。まあ、やっぱ鈴木選手、グティエル選手抜けた分戦力ダウン。まあ、攻撃陣も八千田選手抜けた分どうなのかということで、ちょっと低め。監督の評価も、まあ、チーム残留させたのは確かに手腕なので、一定評価すべきなんですが、まあ、その戦力以上になんとかできるかっていうと結構厳しいかなと。去年の戦力であの順位ですから、そう考えたときに、去年以上に戦力が落ちてるって見ると、それをなんとかできる手腕かっていうのは去年見てて点数加点できるかってちょっと難しいかなっていうところですね。ザスパ草津群馬15点、補強評価は目立ったものないけれども、まあ戦力的にはほぼ横ばい。ゴールキーパーの評価、串引選手はやっぱり上位ですよね。能力上位。去年も多くのスーパーセーブありましたので、評価は高いです。守備陣、畑尾選手残ったのは大きいかな、というふうなところ。攻撃陣は、まあ、川本選手、平松選手、竹選手あたりがどれほど活躍できるかですが、まあ、他のクラブと比較して相対的には物足りないよね、と。大月組長にとっては、まあ、またしても試練のシーズンになるかどうかと。まあ、ただ、キャラクター立つ方なので、個人的には注目してますが、まあ、キャラクターで点数上げるわけにいかない、そんな高くないというようなところですね。大宮アルディージャ、15点。補強評価は、田代、西村、矢島、小野などの放出があった一方で、ゴールキーパー、笠原選手のカムバック、アンジェロッティ選手、柏から獲得など、まあ、入れ替えそれなりになりましょう。フィットさせられるかは、相馬監督次第。ゴールキーパーの評価は、まあ、南選手が怪我で離脱という緊急事態でしたね、去年は。そこは志村選手の獲得で、北九州、J3 北九州のサブキーパーを取って、難を逃れたわけですが、まあ、今季は笠原選手を復帰させたので、まあ、去年よりはゴールキーパーの層はマシになっていると。まあ、笠原選手は十分絶対戦力になりますよと。守備陣の評価で言うと、田代、西村の移籍の影響を袴田、浦和が見当たりで埋められるかどうかと。まあ、岡庭選手のレンタル延長はいいんじゃないかなと思いますね。岡庭選手めちゃめちゃいい選手でした。去年見てて思いましたけど。攻撃陣の評価は川田、中野、アンジェロディ、富山などの活躍次第かなというところですね。川田篤選手はもっとやれるけどね、多分ね、新潟時代によく見てますけど。
相馬監督の評価難しいですが、まあ大宮の戦力は相対的にその悪くないので J2 の中ではもう少し上位進出できるんじゃないのとは思います。ジェフユナイテッド千葉 16.5 点、補強桜川ソロモンシャンミンギなどの移籍がどれほど影響かと、まあゴヤ選手椿選手の獲得で攻撃陣は楽しみであると。ゴールキーパーの評価、原井選手も J2 では優れたキーパーなので、まあ、そこそこ高め。守備陣は鈴木大輔選手を筆頭に、チャン・ミンギュ選手のリカバリーがどれだけできるかというふうなところ。攻撃陣はちょっと高いです。三木選手、竹選手、残りサウダーニャ選手も復帰します。小屋選手は椿選手1位、福見選手、末吉選手もいます。サイドアタッカーからのクロス攻撃は脅威でしょうね。攻撃陣は楽しみである。監督は小林義樹さん、どれだけの手腕かっていうのは未知数なので、この点数止まり。という感じです。ベルディ、14.5 点。補強はね、低いです。まあ、荒井瑞希選手、馬場選手、佐藤良雅選手、運動家ボニフェイス選手の流出は相当痛い。かなと。染野選手もレンタルバックになっちゃいました。一方で、カニは目立つところがさほどないので、単純に戦力ダウンでしょう。ゴールキーパー、マテウ選手は上位なので、まあ、ちょっと高め。守備陣の評価は、まあ、谷口選手は残ったが、運動家選手流出したと。まあ、新加入で言えば、千田選手が秋田から加入しましたが、まあ、ベルディもね、足元の技術がある方が、チームにはフィットするので、千田選手がどれほどできるか。まあ、秋田と全然プレステル真逆だからね、ベルディなんてね。そこがどうなるか。攻撃陣の評価は、バスケスバイロン選手、森田選手残ったんですが、まあ、点取り屋として計算できる選手がいないのね。だマリオ・エンゲル選手という新しい外国人選手がどれだけ点取るか次第かなと。監督の評価は、まあ、ジョーク監督、モチベーターとしては優秀だと思いますが、まあ、軸となる選手がこれだけ抜けちゃうと苦戦するんじゃないかなと思ってます。せーの、ポーズデビー！町田デルビア、注目です。21.5 点、仙台超えましたよ。補強評価5。今季 J2 で間違いなく一番いい補強をしたチームと言っていいと。まあ、平戸選手、太田選手、佐野選手は抜けました。主力の中でもね。しかし、エリキ、デューク、高橋、グティエレス、下田、黒川、チャンミンギュ、沼田、池田、稲葉、藤原など即戦力を大量補強することに成功した。これで昇格できなかったらまずいんかなと思いますね。ゴールキーパーの評価は高いです。ポープ・ウィリアム選手僕好きなんで結構評価高いですね。福井選手がまあスタミナ争いで去年は勝ちましたけど、全然ポープでいいじゃんっていうふうに思うんだけどね。で、なんか終盤ね、交互に前半後半で交代したりともしてましたけどね。ストイシッチとバーンズ・アントンまでいるので、まあ仙台からストイシッチ選手、超新ゴールキーパー。取ったりもしましたが、まあこんな豪華な顔ぶれが J2 で実現しているのはチートかなと。守備陣の評価も高いです。奥山選手とかも残りましたし、まあ、チャンミング、グティエルス、池田、藤原など加入しているので、まあ単純に戦力アップでしょう。攻撃陣の評価も高いです。ミッチェル・デューク、オーストラリア代表です。うん。あとエリキね、横浜 F ・マリノスでも活躍してました。山口から期待の若手、沼田選手まで取ってます。スリートップ作れてしまう非常に強力ですね。中島選手もいるし、下田北斗選手も新加入しました。まあ楽しみな顔ぶれですよね。これは、高評価。で、監督ですが、黒田監督 J 初挑戦注目されてますが、手腕は未知数です。まあ、高校サッカーで結果を出していても、市船の布監督の例もあるので、参考にしづらい。布監督が松本で失敗しましたからね。チームとしてはトスで実績を残したキムさん、ヘッドコーチにいるので大きなミスは発生しないでしょう、というふうなところですね。で、S 級のね、講習もキムさん、また選ばれたみたいですから。A 級ジェネラルから S 級帰り先に なれば、まあ、黒田監督が失敗しても、公認キムさん監督で、つって、全然いけちゃうよね。っていうのは、強いなと思いますよ。バンフォーレ甲府17点。補強評価3点。宇高の復帰はいいのかなと。いいニュースかなと。まあ、ACL 控えてる中で主力は比較的入れてきたのかなと。まあ、長谷川元樹選手のことの大きいかなと思いますね。ゴールキーパー川田選手は能力上位。いささか、その、サブが、なんか揃わないですよね。岡西選手抜けたのは痛かったかなと思いますけど。まあ、川田選手の能力は高いので評価。守備陣は、松井選手、山本選手、野田選手など、カーブレに特段変化なし。攻撃陣は、宇高選手の加入は大きいですが、まあ、コンディション面に問題なければ期待できるわけですが、去年京都では中盤戦以降調子を落としたのは気になると。まあ、長谷川選手が残ってるのは大きいよねって話。監督の評価ですが、篠田監督は、ま、福岡、東京、清水で監督経験、福岡でもやってましたよね。東京でもやってましたよね。ありますが、なんとも言えないですね。吉田達馬さんよりは相当プラスかなということですね。去年は監督の評価1ぐらいだったんで、吉田達馬さんのせいで。全然あり。で、津江県金沢ね。15.5 点、補強評価3、松本ひろや選手かなが広島に戻るのは痛いのかなと思いますけど、長崎から奥田選手加入させたのは面白いかなと。ゴールキーパー白井選手いるのでかい。守備陣は、まあ、庄司選手人にどうかなというのと、相対的にはリーグ的には若干どうかなと。攻撃陣もジェフェルソン・バイアンを取ったり、奥田選手取ってますが、
まあ相対的な戦力で見ると厳しい。監督の評価は、まあ柳下監督長期政権になってきてますし、まあしっかり毎期残留させてるのは素晴らしい。能力なかったらできないし、系統です。あとはまあ試合がインタビューの注目ですねっていうところで、監督の評価は高いですね。多分金沢柳下監督が監督じゃなかったら J3 落ちてる可能性あるので、うん、そこは評価しました。清水エスパルスですね。22点。最高得点です、これ。ちなみに、補強評価 4.5。主力のリストは原とピカチュウ、イアゴピカチュウぐらい。J2 で結果を出したディサロ、奈良岡光選手、戻し、吉田豊選手を補強したので、まあ相対的には高評価かなと。ゴールキーパーの評価はもうズバ抜けてトップですね。権田選手という梅田選手いるだけで トップレベル。うん、どっちがスタメンでもいいぐらい。守備陣の評価も高い。鈴木選手、岩谷選手いて吉田選手も加入。まあ、戦力的には上位かなと。攻撃陣の評価も高いし、チアゴ・サンタナが残って、まあ一応今残ってるんですよね。うん、で、なんか、どうなのかわかんないですけど、まあ、浦和がね、その、なんだっけ、疑惑マキス取れなかったら、チアゴ・サンタナ狙うみたいな噂もありますけど、一応登録は清水になってますね。そうなったらもう、チートなのよ。鈴木優衣と言ってコロリ、アウグスト、カルニオス・ジュニオに犬井と。まあ、顔ぶれ豪華ですよね。うん。で、監督の評価、うん、どうでしょう。ゼイ・リカルド監督続投ですが、まあ、ゼイ・チートの戦いがどうとか言う前に戦力がチートなんで評価難しいと。これ誰が監督でも勝つんじゃないかなと思いますね。うん。ジュビロ岩田 17.5 って意外と高い。補強評価 3.5。補強禁止措置なんですよね。ファビアン・ゴンザレスの件で。ほぼほぼ遺留に成功しました。なども遺留に成功。鈴木選手、針ヶ谷選手のレンタルバックも悪くない。当時からね、ディフェンス戻ってきます。現実的なプレイオフ争いに繰り込めるか疑問視してましたが、大いにあり得るかもしれないって感じですね。まあ、ゴールキーパーの評価、三浦選手、スーパーセーブ何度もありました。守備陣全体で見ると難しいが、まあ、ゴールキーパー隣で見たら悪くない。八田選手もサブにいるのも大きいですね。守備陣の評価、大井選手が抜けたので、途中から復帰の鈴木選手に期待。攻撃陣の評価は山田選手、鈴木選手、古川選手などに加えて、まあ、杉本健雄選手次第かなと思いますね、点取り屋。監督の評価は、横内さん、就任いかにというふうなところですね。藤枝前 FC、13点。補強評価は 2.5。内山選手が飛び級でね、J3 から一気に J1 に個人昇格した、ゴールキーパー、岡西選手を確保。まあ、悪くはないんだけどね。その他は、評価しづらいかなと。岡西選手は十分にやれる。評価、極端には落ちないでしょう。守備陣は難しいね。攻撃陣も難しい。矢村がね、新潟から行ってますので、彼が活躍したら、多分めっちゃ大丈夫。監督の評価も須藤監督どこまで J2 でやれるかは分かんないので、未知数というふうな感じですね。アジアの岡山 21.5 点。うん、高い。補強評価 3.5。デュークの流出痛いですが、主力で言えばそれくらいかなと。一方で桜川ソロモン選手獲得と、大型フォワードの覚醒どれほどカバーできるかと。ゴールキーパー堀田選手と金山選手いるの大きいので高評価。守備陣はやっぱりバイスと柳はもう J2 屈指。これは昨年証明済み。高いです。評価。攻撃陣も評価高いですね。デューク抜けた分は差し引かなきゃいけないけど、まあ、チアゴ・アベスいて、まあ、佐野、木村、田中がいると。うん、J2 では上位かなと。監督の評価はもうマックス。うん、木山監督やっぱり1年目で3位まで押し上げた手腕はやっぱさすが。プレイオフ進出は間違いないでしょう。うん、木山監督が監督でいる限りはね。まあ、ただそれをちゃんと掴み取れるかどうかということですね。うん、ファジアに関しては。レノファ、16点。うん、補強評価3。沼田選手、橋本選手の流出いたで、若手有望株が流出してしまいました。まあ、一方で、大分から小林聖吾を取ったのでかいね。これはいい選手取りました。うん。大宮から矢島選手を取ったのもいい。夏か監督次第かなと。ゴールキーパーの評価は関選手残ったのが大きいので十分やれる。守備陣は、ま、ほぼ同等。攻撃陣は、ま、皆川ジャパンは全然期待できないので、多分。核となるフォワードが頭角出せるかどうか次第。監督の評価は結構高いです。夏香監督、ちょっとどうなのかなって当初思ってたんですけど、去年シーズン通して見たらちゃんとチーム作りしてるなっていうので、評価が上がりました、1年通して僕の中では。うん。という感じの点数。徳島ボルティスも割と高い、20点。補強評価。新井選手、一味選手抜けましたが、まあ、柿谷選手の復帰はビッグサプライズですね。ゴールキーパー評価は5点。もうマックス、ホセアウレル・スワレス選手は、まあ、J2 最上位のキーパーかなと思いますんで、彼がいるのはでかい。守備にも加賀選手残留、ルイズ・ミケサダ選手も注目。悪くない陣容。攻撃陣も柿谷選手のとの連携次第。監督はラバイン監督がどうか次第ですね。ポヨドス監督退任後も、まあ、スペイン路線継続なので。レアルソシエダの、分析官だった方が監督になられたと。紹介 VTR かっこよかったので、ぜひ見てみてください。ビファーレ長崎、補強評価高いです。上中江川あたりが、の流出にとどまったのはでかい。
まあ、加えてファンマ、増山、バウド、今津、宮城、天、積極補強ですね。増山選手は個人的に要注目。ゴールキーパー、畑野選手の加入も大きいんじゃないかなと思います。富澤選手がね、一昨年は良かったけど、去年すごい評価下げましたね。だから畑野選手の加入で的確な補強。守備にはバウド、岡野、今津など、十分計算できるし、ボランチに通せざるを得るのも大きい。攻撃陣の評価で言うと、クリスチャン、エジガル、ファンマ、増山、名倉、徳良、宮城と、そうそうたる顔ぶれ。監督の評価、カリレ監督、今季の戦力でも結果出なければどうしようもないかなと。去年でも結果出せたはずなんだけどねって感じですね。ロアスと熊本はもうちょっと低いです、評価。補強評価1、これ最低点ですね。主力が引き抜かれまくりまして、やはり草刈り場になりましたね。川原選手、高橋選手、菅田選手、塚本選手、杉山選手、角田の選手がごっそり抜けました。その穴埋めもできてません。ルーキーの活躍次第になります。ゴールキーパー、田代、佐藤大成継続ですが、まあ、調子の浮き沈みが2人ともあるので、どうかなと。守備陣は菅田選手の穴がどうなるか、攻撃陣も高橋選手を含めた3トップがごっそり抜けたことと、まあ、心臓部の川原選手の穴を埋められるか、平川選手にはかなり重いタスクが降りかかってきますね。大木監督自身は非常に手腕はある方ですが、どこまでやれるかというふうなところですね。大分トリニータ、16.5 で補強評価はちょっと低いですね。池田蓮獲得は大きいですが、小屋、小林、下田、三沢、増山の流出は痛いのかなと思います。結構流出しました。ゴールキーパー、高木選手よりは能力上や間違いない。守備陣は三沢選手の流出はちょっと痛い。攻撃陣も去年より物足りない。監督はね、下平監督は、やっぱ手腕は間違いないので、ただ、ちょっと戦力ダウン気味ですから、どうなのかなというふうなところ。まあ、以上で、全チーム、22チームですか、の評点を出しました。それではね、早速順位予想を見ていきたいと思います。順位予想こういう風になりました。1位エスパルス、2位は同点で町田と岡山、4位に仙台。だから、で、5位がビファーレン、これも同数で徳島、5位。だからこの清水、町田、岡山、仙台、徳島、長崎か。この6チームが個人的にはプレイオフ圏内入るかなと思ってますが、山形、岩田、あたりまではあるかな。甲府は ACL あるから多分過密日程でちょっと厳しいかもしれない。千葉、大分あたりが、まあ、食い込んできたらちょっとサプライズ感あるよね、と。それより下は、レノファ、いわき。いわきちょっと読めないですけど、台風の目になりそうなので、まあ、注意ぐらいにしときました。になりましたね、結局ね、評点的に。で、水戸、金沢、群馬、大宮、ベルディ、秋田、藤枝、熊本、栃木と。いうことで、まあ、主力が抜けて補強がちゃんとできてない、熊本、秋田、ベルディ、あと栃木か、あたりはちょっとどうかな、という印象。去年と横ばいのチームは、まあ、ね、ちょっと流動的かな、というふうな見立てになってます。いかがだったでしょうか。久々の長尺動画。喋り疲れましたが、最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、何卒よろしくお願いいたします。コメントもね、お待ちしてます。僕はね、まあ、アルビサポなので、その他のチームにどっぷり見てるわけではないですけど、まあ、ある程度ニュートラルに見てるからこそこういう風な順位付けができて、去年そこそこ当たったっていうのもあるので、まあ、そこまで悪い線いってないんじゃないかなと思ってます。まあ、ただね、各クラブのサポーターの方もし見てらっしゃったら、まあ、不快に思う方もいらっしゃると思いますけど、まあ、それは去年もなんか、去年もすごいたくさんいろんなコメント来たんで、全然、構いませんので、容赦なくコメントいただければと思います。ご視聴ありがとうございました。